冬型の気圧配置が強まり、道内では明日にかけて暴風雪の恐れがあります。市民は吹雪への備えを進めています。輪っか内の宗谷岬では、今日午前8時過ぎ、21.5メートルの最大瞬間風速をすでに観測しています。道内では、明日にかけて風や雪が強まる見込みで、明日朝までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで、 日本海側で40センチ、オホーツク海側で30センチと予想されていますルモイでは市民が吹雪への備えを進めていますその車がぶつからないようにコーンとかも置くんですけどそういうのも飛んでっちゃうので中に入れるようにしますね明日出なくなったら困るから今日のうちに機械出しとか道内では明日にかけて猛吹雪や吹きだまりによる交通障害 暴風に警戒が必要です。